SDR は、かつてヤマハ発動機が製造販売していた 200cc のオートバイである。車両形式は 2TB で、車台番号は 2TB-000101 から生産された。SDR は1987年7月に発売された。レーサーレプリカ前世の時代にヤマハが操る楽しさを提案したライトウェイトスポーツであった。 しかし絶対的パワーは日記等モデルには及ばず、当時のバイクユーザーの高性能を試行から外れていたため人気が出ず、1988年頃に製造が終了した。生産、販売期間は短かったものの近年では、車体デザインやコンセプトを再評価する意見も多い。乾燥重量 105kg の軽量な車体に DT200R 用をベースに、 クランクケースリードバルブへと変更を加えた最高出力 34PS の水冷2ストローク短気筒エンジンを搭載している。同社の RZ250 の初期型と比較するとパワーウェイトレシオが RZ250 は 3.97kgPS で SDR は 3.08kgPS となり SDR の方が 1kg 近く優秀であった。 このバイクの外観的な特徴であるメインフレーム、スイングアームは細い交換を組んだトラス構造で、その上にニッケル、スズ、コバルトを用いた DC メッキがかけられている。シート下のアルミ製アクリーナーボックスはフレームの合成部材の一部を兼ね、電装やオイルタンクはタンクしたテールカウル内にそれぞれ格納されている。リアサスペンションは現在のネイキッドに多く見られる。 ツインショックではなく、軽量化のためモノショックを採用。そのコンセプトのため積載量は最低限まで削られており、排気量 200cc の車両だが、乗車定員は1名で、2人乗りの装備はオプションとしても用意されていない。エンジン周りの部品については、ベースとなった DT200R のものとは、形式が異なり、互換性はないが、 DT200R 後期型や DT125R 後期型や TZR125 にクランクケースが流用されており、こちらとはある程度の互換性がある。メーカー純正仕様ではタコメーターが装備されず、純正オプション装備としても用意されていない。エンジン下に脱着可能なアンダーフレームを持つ、ハットヤマハ SDR も取りで2016年7月1日。 ありがとうございます。